や俺ねちょっとライジンさん、うん、ケネンの TP 止めたところどうですか？あのフラッシュちょっとビリフラッシュはちょっとあの見なくてよかったけど、 TP を止めたところが何わかんないけど、よくなかったですか？いや分かる分かる、俺は見てたもん。いや見てたけど、いやあのケネンよ、あもうよかったよかった。よかったっ、ね、いや大切よ、カクちゃん。いやカクちゃん自信つけるの一番大切だからね。あとケネンをミッドでキャッチしようって提案したの僕なんですよ、実を言うと。あしてたね、一番声出してた、一番声出してた、カクが。あの時ナイスカク。じゃそこまではちょっとなんか俺弱いみたいになるからやめてほしいんだよね。わからん。でも俺ダイヤモンド2のタイミングに勝てたんだよ。どう？すごい。いいっすね。いいっすねじゃねえよ。行きそうになってじゃん。いいっすねってなって。なんか苦手なのある？かくちゃん優先。スタンミとかこれは無理とか言うのないの対面で。キアナ。まあじゃあマイクだった。てかスタさん前ルブラン苦手じゃなかった？ザヤバンシュ。まあある程度ナーフされたってな。ああ。スタンミの配信さ、俺やんちめっちゃ湧いてない？気にすんな。僕、うん、実は言うと3日前ぐらいからトップレーン始めたんです。そういうこと言うからね。そういうこと言うから増えるんで。言うな、喋んなお前。ちょっと嬉しくて嬉しくて。カルマとラックスどっちやりたい？カルマ。え？どっちかって言ったら。やっぱなんか吉明さんエンゲージできるやつ使ってほしいかあるんだよな。よしくんなんとなくめっちゃ分かった。いやでもシャルさんいるから今回。ボットがこけた時どうなるのか一回見てみたいね。逆に。あつやばそう。いやだ。てかジャスパー君に変わってもよかった。ジャスパー君やっぱうまいわ。サックスかなあいって。やっぱってなんだよ。なんだと思ってたんだよ。俺ね、俺の中で敵対してたんだよ。いや、こいつじゃ負けれねえって、うん、同じレート対 D3 だった時あったから、うん、やっぱうまいわ、ちょっと違った。そう、なんか余裕があるじゃん。うん、アジール、ピックしてきましたね。アジールに出したいチャンピオンいるっていうか、そういえばアーリー。うわっ、アーリーってアジールいけんの？めちゃくちゃ自信満だった今。いけない、楽な方ではあるとは思う。序盤ちょっときついけど。ない、おすすめある？おすすめ。いや、後期。後期こいつ、使えるようになりそう、スクリームで。まあそうね、やっていくのもあれだけど。プールになりそう。ミッドジャングルのラインから序盤から攻めていくつもりだな。後期シビアだけど取るんだったら、ジャングル取りたいんだったらシビア後回しにするけど。シビア先に取った方がよくね。これは。俺の構成相手にシビア取られたらクソだるそうだけど。そこはスタールさんのプールの話だからシビアかな。必須科目なんだな。もうほんと嬉しい。ちょっと涙すんでそう。泣いてんじゃんお前。お前が発表したんや泣かないって。なんでお前が泣くよ。エイドリンはセルフカウンターだけどまあいいか。なんか自ら首絞めてるな。次ボコボコにされたら面白いけどな。射程の問題でアジールがダメージを出す前に後期側がダメージをレートゲームで出せるからアジールが辛いっていう話なんだよな。後期対アジールは、まあ、レートゲームに行くにつれてもうどんどん出しづらくなってくる。あとはラピッドファイアキャノンを叩く一発だけとかで撃たれても辛いし、あと1バックフリー何でもいいよ。何が出てないんだ。サポートトップはカウンターってくるだろ。サポートでいいんじゃない。なんかよし君サポートん何が嫌。うん、のち
あ、ノッチ。ノッチ消えてる。ジャングルチャンプ4体消えたぞ。やっぱ強えよ。やっぱな。そうだよね。でもこれでも出てくるからな、まだ。無理よ。確かに。無理無理。パイクはもうかなりナフされたしな。俺なんでもいいよ。ジャンナ。キャンナ。うん。個人的にシャルさんのエリスみたい。ジャングル何がいい？オラフだけど。エリスマス。オラフか。サイラスみたいな。ジャンナロルトを取りてえよ。サイラス、トップレーン何がいい？タムケンチでしょ。いや、ここはシェンかもしれん。シェンはないかな。みんな守りたい。シェンはない。タムケンチ。すいません、あの。フルちゃんと増やしときます。一生出んな、シェンは。この感じだと。出ないね。出ない出ない。この感じだと出ません。でも俺、シェンの勝率60何パー超えてるんだよな。すごい。この間やったらサイラスやん。サイラスやりたい。オラフの方がいいけど、まあいいか。サイラスでいいや。行こうぜ。うちだってこれディスエンゲージカルマの E しかないから、まあタムケンチでなんとかできるのと、あと相手にイニシエートがほぼいない。ここに懸念か2個が出てくると思うんだけど、イニシエートで言うと、まあ、シビアカルマだったらなんとかなるから、後期もエンゲージから逃げられないってわけじゃないし、まあ2個だね。すげー。なんでわかる、なんでわかる、かっこよすぎ。なんでわかった今。かっこいい。マジでかっこよかったね、今。いや、こっち強すぎる。いや、こっち強すぎる。俺、マジでちょっと忍者倒しに行こう。オフラインで。これで筋トレしてんだもん。なんだそれ。かっこいいな。ジャングルの序盤が、レクサイに対してだと、ちょっと若干つらめ？つらいね。だよね。無理じゃないよ。まあ、無理じゃないんだったら、まあ、そこで負けすぎて、いかなければなんとかなるかな。ミッドゲームがこっちで戦いたいかな。そうだね、ミッドゲーム。シビア1コア2コアあたりのパワースパイク生かしてオブジェクトを取りに行くのと、まあ、レベル6タイミングプッシュのタイミングとかでドラゴンとか、まあそこら辺はシビアとカルマだったら調整効くだろうし、後期もパッケージでなんとかなるだろうし。はい。アジェン？ん？アジライテって序盤きついってイメージなんだけど、これもヘックス積んじゃダメ？そんなきつくないぞ。あ、そうなの。うん、そんなきつい相手じゃない。じゃあトリフォいきます。今回ジャングルも別に AD じゃないから、 AD じゃない、 AP じゃないから、 X いっても微妙。 OK。 2位答えタムケンチって勝てる？勝てる意味ではある。いや、勝てないよ。無理なんかい。このチーム強いわ。言ったけど君のタイミングが一番きついからね。そうだから俺絶対知らない。相手のスタート位置、ちょっと相手赤バフに入らせたくないから、ちょっとここ行きたいの。みんなで固まる？俺こっち行く？固まってもいいし、攻めに行ってもいい。うち攻めに行ってもなんかそんな強い攻撃なんだよな。なんかさっきそのスカトルじゃない、ラプターにワード置かれたから、あのムーブされてだるい。ミニオン出撃まであと30秒。ここにさ、1個ワード置いてほしいな。もう今の段階で。俺置く？なんか帰っていい？これ俺。あ、いいよ。よしよし。あえて青？それ。いやー、わかんねえな。いやー、ジャンナのマナマックス赤かも。じゃあ赤だ。ああ、トップ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 。体力ないと。オッケーオッケー。はい。俺これトップ3レベル、あ、ボット3レベルマックスするつもりだから、なんか悟られないように電流して、はい、行こう。あ、うますぎ。ファーストナイス。待ってナイス。相手今こっち側来てるかな。一応相手のアーバフンとか、俺あの相手のアーバフンとワード置くから。あ、いた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 。そうそう、俺もう今からトップサイド行くから押し切っていいかも。でここ相手のワードあるから俺映ってる。とりあえずトップのスカトルタビングね。はい、はい、スカトル。あ、いやちょっとシェスクっちゃった。プッシュ手伝うつもりだったんだけど、ケイトがフラッシュとヒール落ちてる。あー、なんかレクサいるな、こっち。サーメンこれ取れる？
ってる、行ってます、行ってます。アジルもやってる。タムケンチ押されてる、タムケンチ押されてる。お TP あるけど、こいつ使ってる、いい使ってる。うわある、無理か、惜しい。あーギー倒すね。いや凱旋かー、凱旋かー、惜しい惜しい惜しい。アイバットギリだったな。フラッシュ誰、オリオル、オリオル、めっちゃ惜かった。アジルフラッシュ、アジールはフラッシュ、いやどうだろう、とりあえずレクサイフラッシュ、ケイトレクサイ、ケイトレクサイ、ケイトレクサイ。いやこれ俺のせいや、マイバットごめん。まあでもクサイかなりロストして寄ってきたから、みんな普通にレーニングしてくれれば。あーラプター1個壊れてるな。とりあえずスタミントップ消えたから注意して、多分リコールだと思うけど。ここワード置かれてる、ピンコアが。これ言われてない。レクサイいるけど大丈夫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 。あ、ともないともない、ノーコンテスト、ノーコンテスト、やべ。ボットガンクするわ、それはレクサイとってから。こっち側ね、こっち側ね。じゃんじゃんじゃんな。やべ、惜しい。トップミア、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 トップミア。え、あ、来てる後ろ、TP。あー、マジか。ナイス。俺寄れないわ、それ。いやー、バックでもいい。あ、ダメだな。俺寄れない、俺寄れない。アジル行ってる、アジル行ってるよ、アジル行ってるよ、アジル行ってる、アジル行ってる、アジル行ってる。ちょ、かっこいい。TP ある、TP ある。使わなくてよかったな。ちょっと教えすぎ感じだね。失礼します。まだトップミア、トップミア結界来てよ。あー、ドラゴン取られたな。相手帰ってないな、これこれリコールしてトップだよね、これ相手ジャングル。あー、アジールも帰ったかな、これどうだろう。とりあえずボットをしてもらう。こっち入ってか、今ケイトリコールだったな。これスタンミーミッドガンプッシュして、あー、青青入ってんな今このタイミング。ミッドアジル消えた、今見えてない、はい、これボットしてそのまま相手のアバフの方に入ってきたいな。集中よ、しくん。帰るわ、これ。これ死んじゃう。これプレートはあげるわ。ごめん。これ青。今、アジエルが寄った。あ、スタミンそれ押してすぐ来て。相手2個 TP ないから大丈夫。でもこれ、2個めっちゃ育つ。ここ、ピンク。見えてます。これ寄れてる、寄れてる、寄れてる。コアなの。ナイス。バッチってたよ。どうする？なんかウルト使ってきたぞ、普通に。戦える俺、シュリーマンいると思ってるけど、一応。ボット押す、ボット押す。オッケーオッケー。じゃあ、ヒラル、あ、ドラゴンじゃなくてなんだっけ、ゴーレムか。はい。ゴーレム取る。多分すぐに初期は来ないと思う。レクサイボットだから、各普通にレーニングして大丈夫。オッケー。ちょっとすぐ寄ってる。俺死んだわ。味方の反応が。反応が。レクサイ。反応が。レクサイフない。バック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 。マス？ちょっと待って。ごめん、よしきくん、マジごめん、よしきくん。ごめん、ちょっとこれ。俺待機してると思っ、待機しては来ないと思ったけど、来ちゃったね、相手。ソーリー。いや、いや、ちょ、俺が悪いわ、ね。トップ見てください！シャットダウン。ナイス！スロキルしましたー！スパック行くよ。オッケーオッケー。F、赤入れる。こいつ2個あるない、2個あるない、2個あるない。ケイトスライド。ガチで嬉しい。敵を倒しました。ああ、死んじゃったな。まあまあ。味方が倒されました。ウルトと。レカ帰る。見えてない。ジャンナがウルト使った。2個も次あるない。2個次あるない。いいよ、大丈夫。レクサイこっち、レクサイこっちのブルー。オッケー。これ入れる？入れない？これ無理か、さすがに2個入ってアジル間のないよ。おー、ナイス。無理？アジルここ入ってきてるね。 ど,
どっちも入ってる、どっちも入ってる、どっちも入ってる、これ、行かなくていい。戦えない、これ。戦えない、戦えない。オッケー。今、パッケリ解いてる。オッケー。これ、もっとまた行きてぇなぁ。ピン越えた、ここピン越えた。ケイトのフラッシュ、ウルタがった。スタンプはここで自動になってくわ、止まっとくね。俺ダブルバフあるからこれボットだいぶでもワンチャン。アジル TP あるよ、アジル TP あるよ。まだ2個ない、まだ2個、ケイトフォーカス、2個 TP ない、赤なくなっちゃった。ここ取り来たら行きたいな。あ、行こうぜ、これ行ける行ける行ける、俺も行く、俺も行く。ケイトケイト、うー、レクサいたし、レクサいも F ない、 F ない、 F ない、ジャンナ、ジャンナはギリ。ボット押す、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 ボット押す。オッケー、俺ミッド代わりに入るわ。ボットタワー取れるかも、これ。オッケー、オッケー、取って。俺がミッド代わりに入るから。あ、大丈夫だ、スタミナこれそうだ。レクサイとジャンナが、ジャンナいないか。あんな行っちゃうの。あるなかった、あるなかった、こいつ。またあるなかった。オッケー、オッケー。トップ、俺、結構勝って、賞味なんか、自分で言うのなんだけど。ナイス。タワー取れる。え、それタワー取ってそのまま、うん、いいよ。フォローする、フォローする、フォローしに行ってる。これ、これ、あれ使ってる。寄ってってるから大丈夫。ニーコ TP してもやること少ない。ナイス。ナイス。これ5に落ちちゃう。オッケー。味方がタワーを破壊します。ドラゴン？ドラゴンだね。俺らドラゴンやるからニーコ飛んできたらだるい。いや、2個あるない、2個あるない。あ、あるない、オッケー。てか、TP 使わなくていいよ、スワップするから。オッケー。俺 TP ある、これワンチャン仕掛けてもいいよ、カクさん。俺トップ。ちょっと、あと3秒、あと3秒、あと3秒。どうしようかな。ただ一緒に押そうか、これ。あー、まあ、とりあえず俺。いいぜー、しょうがねえ。いや、これ殺せる、絶対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 殺せる。これが帰ってる。ナイス。ナイス。これティピ使うよ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。またあるなくなったこいつ。ミッドティピ使う。オッケー、ミッドティピね。レクサイのアイスがもう上がる。オッケー。ナイス。ちょっと無理しないというか、俺フラッシュない50秒。アジリ今ブルーだ。ここいる。レクサいるわ。F あるよ。ここで待っとくわ。ここで待機する。アジレも TP 使った。レクサフラッシュ上がった、上がった、上がった。で、ここね。俺もトップ、俺今動いてないから待って、これね、ニーコが TP してくる可能性あるからタワーオールだけでいい。オッケー、俺も入れるよ。ニーコここいるからね。ここいる、レクサいる。ダメダメ、スターミッドでもいいよ。今来たわ、今来たわ、今入った、今入った、今入った、ここいる。味方のレクトップ、レクトップ、これ。レクトップ、レクトップ、トップ、トップ、トップ。まだトップ、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 味方が倒されました。マジか、ジャンナ倒せると思ったけど、このそこに乗ったな。これは死んじゃったみたいで。ジャンナ落とした、ジャンナ落とした。9外した。あ、ジャンナ落とした。ミッド折れたな。で、殺した。俺ヘラル取られたな。まあ、ちょっと強引すぎたか、相手仕掛けに来るの待ってもよかったな。味方のタワーが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。朝朝だな。ごめん。ヘラル取られたな。ドラゴンに。とりあえず。2個 TP ない、あとフラッシュとかない、なんか落ちた、見てないの俺。2個 F はあると思う。スタメン青、はい。あーはははは、まいまいまいごめん、あるか。いや、わりわり、俺もダメージがすぎて。味方がタワーを破壊しました。ちょっとオブジェクト周り下手こいたな、すいません。はい、できた。2個は2個は2個は。俺今強い。俺パワースパイク、パワースパイク。パワースパイク。あ、じゃあ俺パッケージ持ってくる。
え、待って、パッケージはドラゴンのタイミングがいいな。あと1分30秒だから、それまでに1回、ドラゴンのタイミングでパッケージは使ってほしい。はい。スターミー、パッケージ取ってきて。はい。ドラゴンで集団戦かつ、そのままミッドタワーとつなげたいな。よし。パッケージ、パッケージ。頑張るぞ。いいよ、自信持って。自信持っていくよ。うまいよ。オッケーオッケー。今、020。そんなかも。見上げんな。よしいね、パッケージだけ下がった。視界全部消して。ボットプッシュしちゃうね。オッケー。ただ相手このタイミング。これはもうない。これはもうない。ロゴンやろうか。ワードがねえな。ワード、ワードいった。ニコが砂時計持ってる。あ、ストップウォッチか。よし、これトップ行く。はい、これ俺無理や。これあーめっちゃバキバキにもらえちゃう。俺が行った方がいいかな。あれそうね、スタンミが行った方がいいけど、これ押したらもうボット行くわ。かくごめん。OK、 誰も手伝ってくれない。フラッシュあるかな。全部あると思う。フラッシュ今青くって、今青くってる、今青くってる今。あー、レクサイこう、レクサイこう、レクサイボット、レクサイとアジルボットね。いや、やばい、それ見て、やばい、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 TP30、TP30。あ、ここいるわ。やばい、見て、やばい。ナイス。いや、大丈夫、大丈夫。これ、ミット走ってる、ミット走ってる。あー。フラッシュあるかな、レクサイ。なんか来なくてよかったな。大丈夫、大丈夫、大丈夫。2個ウルトないや。2個ウルト、2個ウルト使った。ここエンゲージしたいな。あ、これ行くわ。オッケー。うわ待って、 R 切れなかったな。あーヤゴの位置決めてたのは悪かったな。ナイスだよ、ナイスだよ。アジル系、アジル系や。ウルトあるアジル、アジル使ってない、アジル R 使ってない。ジャン、あ、ジャン使って今使った、今使った。ナイス。レクサイ、レクサイ、レクサイ。あ、ごめん、ちょっと待った。多分バレてる。うっ、ごめん、ミス。惜しい、惜しい、じゃあごめん。なんか使ったフラッシュ。あー、ごめん、今の、いや、今のないわ、ごめん。惜しい、惜しい、惜しい。うわー、ごめん、ありえんことした。超マイバッタ。じゃあ、レクサフラッシュした。フラッシュした。あー、ごめん。すげえ、ジャングル レクサイフラッシュなくなった。オッケー。ミッドタワー CE すんの無理だな。ジャンナーはイケピールも抑えるし、ね、でもバフ行くにもサイド押し上げれてないから、サイドの優先権がないからちょっときついですね、これ。これ TP やからサイド行くね。オッケー。まあここはちょっと強引に降りたいな。オッケー。あー、ニコ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 。おい、ディープ入る。後ろ入ってる、後ろ入ってる。俺もうディープできんな。 HP ない。帰って TP するわ。ここで帰るのない。やっべー、帰れない。いやー、これマイバット、マジか。いや、俺ラピファー先行きやかったかな。ごめん、迷っちゃった。ヘルシュの方最初から行ってきゃ行ってたかも。ないな。それミッドが。大丈夫大丈夫。ウルト35秒。これミッド行くわ、裏から。裏から行く。当たり返せない。これ8秒。あれあれ。ナイス、フラッシュ切る。オッケー。これミッドシージする。ジャンナがジャンナがシージしたい。オッケーオッケー、シージしよう。ケイトまだある。ないケイトないよね。ないケイトあるない。ケイトアイロない。フラッシュもない、フラッシュもない。オッケー。ジールやばくなっちゃってんな。ヒールもない。ジールやべえな。俺は300でラッパ。48秒。とりあえず俺ボット押すね。これズレあるあれ。ドラゴーン。
どうしようかな、これ。こうトップサイドかボットサイドを深く押して勝ってもらわないといけないんだけど、いけるかな。これがアジール見に行ってもいいな。めっちゃダメージる。今めっちゃダメージる。待って、ここは行きたいな。多分ちゃんと戦ったら勝てるはずなんだけど、相手のエンゲージが全然トライ。ここね、ニーコが多分こっちから来る可能性あるから、そしたらキャッチしたいな。せやね。あー、これこっちから仕掛けに行こう。こっちじゃ、こっち F ない。ジャンナとかジャングル F ない。俺の R から入る。タムケンの R いけんかな。とりあえずこれ触ってここ反転したい。ウルトあるよ、ウルトあるよ。ナイス。これない、フラッシュない、フラッシュない。え、これアジル、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 スナムケしてるけど。え、くれくれくれ、時間稼げたかな。マジ。なんだろう。いやー、ぎこちない、ごめん。なんか集団戦多分ね、こっち無理だと思うんだよな。怖がそうまで。腐っちゃってるわ。レベル2差ついてるミッド。ごめん。トップもなんかタムケンって集団戦強いチャンピオンじゃないから。サイドを知って人数差つけてっていう風にやりたいんだけど、ちょっとね、三剣を使ってうまくやるっていうのは今はちょっと無理かな。難しい。こことかキャッチしたいな。泣かないで。アジールウルトフラッシュどうにもない。今アジールどうにもない。これもう一個プッシュさせたい。プッシュしたい。オッケーオッケー、押して押して。ミッドレーン壊しきんのヘラルドナイト無理だったんだよな。あー、中下の響くな。ここ2コミア、2コミア、2コミア、ここら辺注意してね。横から入って、あ、OK、見えた見えた見えた。あれミッドリーいるとあれか。でもケイトに降りてきてんな。ダメだな、レーム処理されるか。カリさん、これ誰っていいよ。俺 TP60 秒。トップいっていいよ。俺トップ行くよ。トップいっていい。もうファームするしかない。ファームしてレートゲームで頑張りましょう。あー、ジャンナ入ってきたわ、ここら辺。ただドラゴン早いんよ。これアウトであるよ。あの視界がないから怖いな。これバロンが触るよな。これバロン触ると思うよ。だから寄らないといけない。あ、もう触ってる。こっちルートから行こう。これアジール狙ってもいいけど。アジールゾーンじゃない、ゾーンじゃない、ゾーンじゃない。アジール、アジール、アジール、ちょっときついか。あ、そ、ナイス、うまいな。やってんなこれ。ナイス。相手しろ、相手しろ、これ。いや無理だな。ただ中断した。アジルない、アジルない、アジルない。あ、バックでいいかも。バックでいいわ。これワース、アジルチャットだな。中断したしでしょ。ナイスナイス、シャルさん止めてくれてありがたい。めっちゃ時間稼がれたな、アジル。そうだね、アジル時間稼いだ。ゾーンじゃないからいけるかな。リリアったけど、あ、ごめん、そっちだ。ジャスパー君のね、ビルドはすごいいいんだよ。殴ったら敵死ぬんだよな。だからちょっと自衛できないから、もういいしか。これジャスパーを守ることしか俺はもう飲みそうない。完全にビルドに。やっぱ触ってるか、触ってるか、触ってるかも。ウルト4、ウルト4、ウルト4、ウルト4。あれ更新できてない。TP でも分かったかも。ああ、大丈夫かもな。アジールが。あれもしかして。ただ一応視界取り返したいよな。これケイト。ここケイト、あの、船旅で行こうぜ、船旅で。船旅。フラタミン20秒上がってんの？バグってんのか。俺ボット帰るね。あれか。じゃあこの辺ミッドローで、ミッドロー、ミッドロー、ミッドロー。ミッド押し上げた、ミッド押し上げた。いるいるいる、ここいる、ここいる、ここいる。レクサイ、ここ。ここら辺めっちゃ入ってると思う。こっち、こっちたくさんいるよ。こっち、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 ミッド、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 なるほど。アウトでないからね、俺バロン。ここピンコク、ピンコク、ここピンコク。これフロントする。味方がタワーを。ナイス。このままもう一個、もう一個と。ここチーね、アジルラチ、アジルラチ、アジルラチ。じゃあドラゴンさんも行こう。あ、いや違うな、バロンの視界一回取り返しに行こう。オッケー。
ワードがもうない。え、これ2個いかない？壊しに行くだけでいい。あ、レッツさん近いか。できない。キャッチできないと思う。ちょっとはぐれてる。うん、とりあえず、視界壊しに行くだけでいい。1600ゴールドあるけど。わ俺トップ行くよ、俺トップ行くよ。俺トップ行ってる、トップ行ってる。オッケーオッケー。ナイスコールだな、シャルルシー。おい、ティーカルか、ボット1個抜いてんの。これ1個ビルド完成できる。ガーゴールド、ガーゴールド使え、詰める。7、7。あー、やってたね、やってただわ。あー、挟まれてる。あー、それは無理。やってる？ナイス。いや、これ、いけるかも、いけるかも。待って、俺、ケイトがいいって見るけど。あー、後ろなんか、開いて。ナイス、助ける。あえてで2個俺と使ってる、いけるぞ。ちょっと待って。待って待って、下がれ下がれ下がって下がってきて、ここまで下がってきて、ここまで下がってきて。マジかー、マジかー。うめえの入ったな。これちょっと怖くなった。あー、ごめんごめん、マジでごめん、マジでごめん。下手すぎる。スタミ強いよ。ごめんごめん。アジールがすげえ、見え、全然見えんかった。俺アジール、ごめん。まあ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 、あと、あとごめんなさい。ブルーとってポークで、で耐えてポークで、うん、ビルド、スターミンのビルドがあとアイ1本あれば。これね、だいぶだいぶ硬い。俺だいぶ硬いのは硬いんだけど、硬いだけなんだよな。相手めっちゃ草強い。なんかエンゲージしたいけどエンゲージしきないんだよな。シビアのウルトで行くか、強引に。アンチャーリー狙いに行かね。アジルトップだよ、アジルトップだよ。赤バフがあれば、赤バフ欲しいけど、それそれ行こうぜ。あー、オッケー。まあ、これ、これミッド戻るよ。これミッド戻るよ。あー、時間稼がれてんな。味方のタワーが破壊されました。え？え？え？ごめん。味方のタワーが。マジ？ついよ。マジか。味方のインヒビタンが破壊されました。え？え？うん、みんな死んでる。おお、アウトプ、おいおい、終わってるな。わあ、ごめん、これ俺前マットだわ。いや、ごめんなさい。いや、ちょっとこれね、俺が悪い、マジで。なんだっけ、トップのあそこでテンポ崩した。ああ、ちょっとな。いや、ごめんなさい。ナイストライ。これで成長していこう。俺もちゃんと他のなんだろう。あんな強いか、ちょっといい使っちゃったな、俺。GG。ジジいや、面白い試合だった。マジ面白かった。これ怖いよ。かった。さっきの試合より全然面白かった。何が面白かった？なんかね、タブケッチのW とね、シビアの相性の悪さ半端じゃなかった。めっちゃおもろかった。人かこいつ。すごかったよマジで。人かマジで。めっちゃ笑うやん。いや、本当ね、すごかったんだよ。人笑っとるやん。どこら辺だっけ、なんかね。トップのやつじゃない？トップもあるし、ドラゴンのとこでなんかレクサイのウルトがその後直後に飛んできてシビア死んだのもめっちゃ面白かった。あれはよかったな。どこだろう。まあね、まあいろいろあったね。まあまずちょっと言って最初の方から、まあ一番最初 あのブルーのとこで 2対3になったやつ。そう、俺が寄らなかった。あれはね、まあレクサイが、いやレクサイがまあうまかったんだけど、まあ、シャルさんがブルーチェックしに行ったじゃん、その前に。チェックしに行ったね。あれ行くんだったらカルマと一緒に行くのがいいよね、多分。あれワードを気に入っただけだ。ワードを気に入っても、まあレクサイの位置把握してもその後の動きに繋がんないから、まあ、あれレクサイいるの分かってたでしょ、だってそもそも。赤バフ、あそこにいるだろうっていうジャングルルート分かってて、あの位置に見えてるんだったらカルマと一緒に行ってそのブルー取りに行くか、行かないんだったらもう速攻で上側のレカニに走らないと間に合わなかったよね、やっぱりあのタイミングだと。一応走って下には走ったんだけど、あのチェックで、うん、走ってたじゃん。でレクサイが E 使って、 E ミスったのよあいつ、うん、でこっち引っ込んで、あこれ囲めるしやれるわって思ってアシストピング焚いてやったんだけど、ダメだった。うん、ちょっと足んなかったね。相手の方が、まあ、戦う準備できてたから、その分で
あんまり勝てなかったね。だからまあ行くんだったらサポートとチェックしに行くか、まあ、行かないんだったらもう速攻でもう一人で上走っちゃった方が良かった。まあ、あれもまあでもまあその後よく挽回してたけど、どこだっけな、トップのとこでね。そうだね、トップのあれめっちゃ焦ってたね。なんでだ、俺もなんでか分かんないんだよな。なんかそう、なんだろう、多分アジルのルトが切れそうになってて、うん、これ使わなきゃって思って E フラッシュしてるとしたんだけど、でもあのケイトが引っかかなかったんでね。俺あれ2人こう押してたつもりだったんだけど、ジャンナしか押してなくて。まあその前にレクサイがさ上に来てたのさ、後期のあれで見えてたじゃん。うん、見えてた。てかずっと前から見えてた。まあ いるの分かってただろうけど、でもその前にとりあえず周辺の視界は全部取るべきだね。ニーコがテレポートしてきたのもそうだし、そのオブジェクトを触るときに、ね、絶対にワードを刺していく動きが足りてないかな。なんかまあでその間に怖かったアジールということか。クリアリングできてたよね、まあそこ。まあ見えてたけど、その戦闘中になったときに。例えばニーコがテレポートしてきたところにはワードが刺さってないわけ。あまあそこゴーレムの前のブッシュにワードしてた、ワードじゃないテレポートしてたんだけど、まあ、そこにはワード刺さってないし奥側は見えてないんだね。だから相手が寄ってくるところとかは見えないし、そこの視界が取れてるだけで戦う前の準備がしやすくなるから絶対にワードは刺した方がいい。でワードはねマジで少ない。ジャングルとサポートしかほぼ買ってない。まあ、ごめん俺置けてなかったな。押されてばっかでどこに置いたらいいか分かんなかった。そう俺も全く同じ状況。3個ぐらいしか置いてなかった。中盤ほんとにワードがない。でも大体そこら辺じゃない、まあ、トップのやつが一番でかかったけど、それ以降も勝てたと思うけど。で俺が悪かって、あれなんか焦る必要ないのに焦ったんだよな。焦る必要ないのに行ってヘラルドを取られたの。あそこをトップそのしっかり待って集団戦してヘラルドやってミッド勝ち合って相手のバフのとこでアクションかけていって終わらせようって思ったんだけど、ボットスワップする、まあボットが毎回勝ってるから、まあ、そのスワップした後も相手がついてくるんだったら、まあ、そのまま勝てるから、まあ、視界だけしっかりと取れるようにしていけばいいかな。あとボット勝ったら一回ミッドレーンに助けた方がいいかもね、ボットレーナー。まずお願いします。まずうん、あ一生ミッド負けてた。ごめんなさい。まあ、負けてるとまで言わないけど、なんかプッシュされて辛そうだった。動けない。サモナーズリフト、あと最初のあれだな、ミニオン出撃まであと30秒。どこだ最初俺、あの相手がトップスタートするだろうっていう予測で、まあここ相手がめっちゃ悪くて自分たちがキルしてるところ、あこれ人のでやるの良くないな。やりづらいと思う。じゃあ、ここ相手ミスってんじゃん。いい。ミスって、で、いや俺これ俺すげえ妙だな。いやこれ俺が絶対やるべきだった。だってシャルさん戦うみたいなこと言って、ちょっとなんか絶対寄れたもんこれ。そう、まあ勝てる殴り合いしてたんだよな。そう俺、これ勝てるって思ってしまった。そう、俺寄らなかったのがこれ一番まずいよ。ここが本当申し訳ない。ここでなんか全て決まったし変わるし2個取っちゃって、いやぶっちゃけここだけじゃん勝てたよ。この後のね、あのさらにそこの防戦いっぱいついてるところ見てみて、ここね俺が強引に行き過ぎたんだよ。アジルヌと思っててでいいしてフラッシュしてやったらなんかケイトリンだけ避けられたんだよな。俺ケイトも突っ込ませてるつもりだったんだけど、はいはい、ごめんなさいあれちょっと変、何だこれ全然違うんだけど、どうしたどうした、トップの反射ミッドはいいよ、ミッドの火はいいや、はい、ごめんなさい、はい、じゃあちょっと最初からやりましょう。チャルさん視点で見るか、うん、ここね相手のワーディング結構クリア自体はできてたんだよ。ただあのそこのタワーの右下のブッシュとのとこにワードが残って、そこはちょっと体でクリアするの危ないから行かなかったんだけど、うまないシャルさん、うまっ、ねえ、呼吸が当たってくるな、これ良くなかった、いや、まあ、こんなことする必要がなかった。いやまあここまでやるんだったらじゃあスパフラッシュ履いた方がいいな、あ普通にね。これ食ったらさ中にいないとさ、俺そうだ、俺が多分俺がこれ連打してるってことだよね。そうだね、そうだと俺マックスマックスワンそうだよ、うん、うん、そう俺はすげえ早く出るときは AD が悪い。
よかった俺なんか配信のコメント見たら書くのこいつ下手じゃないかみたいなこと言ってたけど、俺がいやダブりやらかしたな。いやこれは俺のコールが悪かった。だって行くんだったらじゃあスパー君にユルト使わせて前フラ切らせるべきだったし、でも別に行く必要そこまでなかったんだよな。まあ行ってキル取れるんだったら別に行ってもいいけど、さっきコメント気にしてんのか気にしてんのかどっちだよ。気にしてないけど気にしてないけど気にしてる。でなんか実際なんか俺のせいなのかなみたいな、あれあとトップレーンあれ寄るべきなのか寄るべきなのか CS 食っとくべきなのか、そこ教えてほしいか、教えてほしいよな。なんか最初の方にわけわからない TP 入ってたよね、レベル5とかで。ボットに飛んだやつでしょ、うん、あれはちょっと。あそう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 、あいニーコが飛んで俺もじゃあついていくわって言ってなんそんな感じで飛んじゃった、うん、もったいなかった。そう、そんな感じだったね。なんかね TP の判断が本当に下手だわ。俺ら下がれたから、下がれるって言って話してたような気がするんだよね。ピンコニコニコ下がれる、下がろうみたいなこと言ってたから、そこの時に TP じゃねえよ。てか、基本的にカムケン飛んできても何もできないから。あ、わかる。うん、カムケン飛んできても何もできないから、よっぽど奥深く位置にワード置かれてない、置いてない時以外は飛ばなくていいと思うよ。あとそこ、はい、そこね、マジでミスった。なんか、エンゲージしようとしたんだけど、まあヘラルドのとこでしょ。決めたんだよな。そうなの。まあ無理しなくていいよ。多分ニーコ乗ると思ったからさ、ここでシールドつけてウルトつけてフラッシュでっていうまで考えたんだけど、まあ、1段目で外した。あ当たればいい感じだったけど、これ見たくないなこれは何やってたのっていうか、いやごめんなさい、君バードも持ってるしさ置いたらいやそうなんだけど、いやごめんなさい、これはちょっとごめんなさい。おここでいやごめんなさい、何してんだろいやごめんなさい、ごめんなさい、これはこの後さフラッシュしたら敵の中に勝ってくる。いやスタミン最初のさキルのとこちょっと見てくんない。最初のキルのとこからなんか何をしてたかとか、愛人が言いたかったことを知ってる。一番最初自分たちのキルだね、自分たちのキル、それの前ブルーのキル。そうそう、ここで、まあ、相手が、まあ、このサイラスの3レベルガンクに警戒してなくて、でワード刺さってないからガンク刺さるじゃん。ここにその最初にワード刺さってない、まあ、ここまでは良かったね、うん、一番こっちにワードを置かせたからトライにワード刺してないのが、でその後青バフ、まあ、だとしたらジャングルがケアしに来るべきだよね。ここレクサイが直で走るべきだし、カウンターガンクできるようにしとくべきなんだけど、ここで相手の青を行くんだけど、ここをそうこの後ぶち越したんだな。シャルさんがなるほどね上に入ってくんだけど、トップ打ちたんでいいから3人ここワードだけ置くんだけど、入ってくんだったらカルマと一緒に入るべき。相手がその赤刺して赤ゴーレムラプターやってたなって予測できてたから、もうカルマ呼んで一緒に入っていってたらここ1キルか赤バフ取れ、青バフ取れてたんだよな。だからそこは良くなかった。でその後まあその下のスカットルコンテストするわけにいかないから、まあマッチアップで微妙だから、だから上側に走ってくんだけど、ここで出会っちゃうじゃん。相手のレクサイがここは動きが良かったんだけど、ここで出会ったらもう上としてトップミッドがプッシュされてて勝てないから、あもう僕は戦うべきじゃない。もうそう戦うべきじゃない。あ相手も無理してそのキャンプ狩るわけにいかないから。押収して。でもこれさ、俺とスタンミがしっかりレーン勝って、まあチャンピオンの性能はあると思うけど、ちゃんと勝ってたら寄れたっていうのはあるよね。勝ってないと。まあ勝つのは無理じゃないか。まあ上は無理だよ。なるほど、ミッドはもしかしたらウェーブのコントロール次第ではなんとかなれるかもしれないけど、別にそこまで求めてないし、なんかねここうまく誘われた、本当になんかネクサイがうまかった、その振りが上手。なんか勝てないですよみたいな感じの雰囲気出しながら切れた、殴っちゃったんだよ。まあそうだね、プッシュされてたらそもそもレクサイは入ってこない。ああ
なるほどね、うん、じゃあもう捨てちゃってちゃんとこのトップの CS 食って、まあ、青バフは敵に上げてスタンメンもファーム続けてってことか。まあ上げるほどにはならないかな。青バフは取れない。レクサイが触ったらそこで、まあ、レクサイも戦えなくなるから。うん、そうだからシャルさんはゆっくりやるっていうのが、まあ、状況的には正しかった。ウルフ買ったりとかね。うん、なるほどね。そっか、ゾーダなんか言ってた俺顔、あ、誰だっけ、ハレッチの配信で、配信じゃない動画で、ブッシュの中入って顔隠すだけでプレッシャーになるって、それが一つの牽制になるか、なるって言ってた。ちょっと今思い出してしまった。俺もそれやろう。なんかそういうとこやな。ちょっとトップでミスったあたりが俺8のビジョン見えなくなっちゃったんだよな、悪いけど。俺どうやって勝てばいいんだろうって。ミッドタワーも突破できないし。ハールさんサブスクライブありがとうございます。ん、まあこの後、あードラゴンもまあ無理だったね。これジャングル的にもきついだろうし。いや、ドラゴンはまあ、あれなんだけど、途中盛り返してたじゃん。あ、そうだね。そう、なんか途中盛り返して、サミ結構進めて。ここの TP 良くなかったわ。相手のミッドタワーだけ残ってる状態にしてほしいな。相手のミッドタワーだけ。ごめんやった。うん。ここら辺だろ。ここ、後ろにそんなかったのかな。ここら辺かな。そう、このドラゴンフリーで取れたのは相手がなんかローテーションミスってたから。そう、ここを取ってここからじゃあどうにかして何かしてこう、ミッド取るなりバフを襲うなりしたかったんだけど、どっかで少数戦を起こしたかったんだよね。だけどサイドのなんか優先権がここ、あの、睨み合いがさ、ニーコ対なんかこれカエルになってなくて。そう、ここはあれだな、きつかったな。俺がボット行きゃよかった。すごいじゃん。そう、ここ今あのレクサイがさ赤買ってるじゃん。このタイミングとか赤を襲いに行きたかったんだよね。もう突破されてたし。まあでも若干それだと望みすぎかな。ドラゴン勝ってるから、ドラゴン勝ってて相手がコンテストしないって分かったらすぐにローテーションに移るべきだね。そしたらごめんなさいごめんなさい、コンテストって何ですか。あー、と相手が競ってくるってこと。ずっと言っとるやん。相手が、まあ、ドラゴンやってるじゃん自分たちが、うん、そしたら相手もドラゴンに寄ってきてドラゴン取りたがる動きをするっていうこと。あー、なるほど。その一つのオブジェクトを同チームが両方とも戦おうとするときに睨み合うときがあれはコンテストですね。じゃあ、あのさっきの序盤の 青バフのところもコンテストっていう。そう、うん、そう。なるほどね、はい、覚えました。青バフ一つで、相手がしてこなかったでしょ、ドラゴンのときに、うん、してこなかったら、別にそんな人数をかけなくても次のローテーションに回ってもいいわけじゃん、うん、そこから離れてね、うん、そうそうそう、うん、早くリコールしたりとかっていう動きがあるじゃん、うん、まあそういうのができてればそのレッドバフを襲いに行くっていう動きもしてもいいけど、でも全員でドラゴン勝ってるんだったらローテーションが遅れちゃうのは仕方がないから、まあ、次の動きに急いで行かなくてもいいよっていう話したかったの。難しいです。あの、僕も難しいです。早く動けてない状態でレーンのプッシュに行けないでしょ、うん、トップレーンが押されてたわけじゃん、うん、でそのニーコに対応してたのがスタミだったっていう話でしょ、うん、でそれは早く動けてたらレーンをイーブンの状態でプッシュできてた状態って言えるわけじゃん。その状態であればこのスタンミのフォーキとニーコのマッチアップでも別に勝てる、勝てるというか、まあ、一方的にプッシュされることはないってこと。でも実際は全員でドラゴンやっててニーコは先にプッシュできてた、ドラゴンの代わりにね。相手はだから要するにドラゴンを捨てて全体のレーンのプッシュをしてたっていう話。その判断をするのが遅かったってこと。もう相手がドラゴン戦うのをしてこなかったから、うん、俺たちは
あのサイドプッシュに2人もうちっちゃってことでしょ。ああなるほどね。散らせるべきだった。散らせで次のその散らせることによってプッシュのアドバンテージを手に入れるから、そこでまた別のアクションを起こせるよねって話は聞いたんだけど、そこで固まっちゃったから相手がまた、じゃあこっちがアクション起こしたいねっていうタイミングでトップをされてボットをされてっていうアクション起こせないねっていうのが続いてた。でこうやってなんかミッドで強引に仕事したけど、まあ無理だよね。アジール・ケイとジャンナのライン崩せない。なんかチームが分かってねえんだな。なんかチームだからなんとなく固まろうってだけで固まってた、あのドラゴンのところは。分かる、うん、とりあえずなんかチームだから集まっとこうっていう、なんか漠然とした何かがあって固まってた。早く散るってのも必要なんだね。CG するときとかもなんかね固まりたくなるよね。そうだから別にね、レートゲームでその最強になれるんだったらいいんだけど、うちのチームより相手のチームはレート強いんだよね。確かに。そのミッドレーンが相手の方が先にそのお金を得てしまったから、どうしてもさ、なんだっけな、あれ、アジルの方が強いんじゃないですか。で、タムケンチっていうのは、やっぱ集団戦はそこまで強い。やっぱタムケンチ、あれだよね。ちゃんとレーン、勝たないとダメだよな。勝たないとダメってか、なんだろう。スプリットして、なんか俺に人数探して、俺、競技種のトップタムケンって何のために生きてるか分かんないんだけど、大事は何のために生きてるんだよ。まあサポートで出したかったんだけど、フレックスで出すっていうのが LCK の基本で、 LJL を見てる限りだと、うん、グローリーを積んでエンゲージできるようにするっていうイニシエートの役割を持ちつつ、うん、早い段階でタンクとして完成されるっていうところが基本的な強み。その中でも1対1ができるっていうところが、まあ、他のタンク陣とは違うよねっていうところ、今の評価で言うと。例えばニーコに勝てるタンクってなったらタムケンチぐらいしかいないから。まあそうだね、そういうところで。ライジンかっけー、さすが LCK だな。じゃあつまりこいつはグロリを積まなきゃいけなかった。まあそうだね、ビルドの話は何もしてないから。ここかっこよ、ジャスパー反応してんの。ブルーチームドラゴンを倒しました。マジル一人行かないけど、あ、でも俺も一回止めた。お前かっこよ。マジル上だ。出ちゃったんよな、これ。コモ探検飲んで、まあ、出ていいよ、これは。あのね、間に合わないから。これ、何度見ても面白い。わからん、お前のツボが。もうめちゃめちゃ笑ってる。今のめっちゃ面白いよ、本当に。何が、なんでそんな笑う。いや面白いよ、今のシーンめっちゃ面白い。地区先かな。わかるよ、なんか2回自ら死に行ったから。俺1戦目もドラゴンやるって言わなかったじゃん、味方に。こっそり。シャルさんね、ほんといいことめっちゃ言ってるから、俺シャルさんの前武士上げてるんだよね。あのディスコードのシャルさんだけ。ほらお前のマイク下げてるけどね、カク。え？見て俺、トップにハク来れるって聞くべきだったもん、最初のアーバフンと一度。だから戦うわみたいなこと言って、で、来れない、まあ、ちょっと身に起きて無理って言ったら OK って言って下がるべきだったし、なんかそこら辺無視したのは、まあ、こいつ寄れよみたいな感じで、プレイしたの。ソロキック特有の、分かってるよなみたいな。